今回のミスパー、やっと楽しい時間がやってきました。もうちょい頑張りましょう。スロドキの歴史にまた1ページ始まりました。新番組マイボルゲンプロバラの今がスロドキ。はい、ということで初回は両毛線前橋駅より車で5分のところにあります安田前橋線で実践となります。ということでこの番組はですね、私たち3人が情報交換や作戦会議をしながら勝利を目指して実践して視聴者の皆様に攻略店舗の攻略のヒントをお届けしようという番組なんですけれども。なるほど、じゃあもうガッチガチな感じでいくんですね。もうガッチガチ、私ガッチガチのところに入って大丈夫なんでしょうかねっていう。だから呼ばれたんかなと思いましたよ僕。逆に待て言ったな ふざけさんとか言ったな。いや、私は分かりますよ。いらないですか。いらないって言われたら、ちょっとバラエティ色は少なめでって言われたんですけども、はい、ということで作戦会議をまずはしていこうと思うんですが、はい、こちらに島津がありますので、はい、皆さん狙い台などございましたら各々どうですか。今日実は、はい、新大陸会初日みたいで、はい、でね、シャドウハーツが入ってるんですけど、うん、それプラス窓巻き入ってるんですよ。キューベパネル、そう、窓巻きをやっぱり今の時期に入れるということは大事にしてる証拠ですよ ね。そう、これからね、もう長い間使っていきたいという、もう店の意図がもう読み取れますから。確かに僕は窓巻きから取れればね、はいはい、行こうかなと思ってますけど、まあちょっと番号が入場順番が60何番ですね、全員。そうですね、ということは取れるかどうかというところではありますけど、うん、取れたらまあ窓巻き行こうかなと思っております。なるほど。僕の方は、うん、やっぱりバジリスク、絆、もしくは北斗、転生あたりがやはりメインなのかなと。おー、六角出しちゃうなんで、まあ、そのあたりから攻めたいスルーするな。どうします、何からいきます。いや、私、いや、窓まぎですよね、取れたら。窓まぎかな。で、絆か転生でしょ、はい、私普段から打つのがそのメイン機種で、うんうん、絆とかってことですか。そうですね、コットはあんまり打たないので、うん、絆か転生と思うんですけども、被らないようにはしたいなと思うんですけど。3人散って、うん、一発目ですしね、そうですね、各々がいろんな島に行って、はい、うん、その状況を見て、うん、どれかが良さそうであればね、あそこいいよとかそういう情報交換しながら打てばいいかなっていうのはありますからね。おそらく、まあ、常連さんだろうという方々の動きを見るのはもうセオリー中のセオリーですよね。黒バラ軍団の内郎さん、だから入ってその、まあ、角行くのか行かないのか、うん、あとは前日のこう上げを狙うのか末を狙うのかとか、うんうん、やっぱ僕らよりも分かってる子たちばっかりだと思うんで、うん、子とか言うとあれですけど。そうですね、いや、若いですか。だいぶ年上の人たちもいましたよ今いた、ね、40ぐらいの人たちも並んでたから前にそういう人たちのあれをねこう見させてもらってから、うんうんうん、参考にさせていただいて、はい、入ってからね、うん、決めたいなと。はい、逆に僕らだから今日ちゃんとやらないと怒られますよ。確かに、一生懸命やっても怒られるかもしれないけど、お前が期待値あるの、お前と永遠ちゃうかみたいなことめっちゃ言われますからね。怖い、ちゃんとやらないと怖いな。もう1回目だからね、できるだけみんなでやっぱ、そうですね、勝利を目指してね、ちゃんとみんな情報交換しましょうね、はい、独り占めはしないように、うん、そんな意地悪せえ対決じゃないですもんね。そう、みんな仲良く3人とも、はい、勝利を目指そうという、はい、ということで、それでは早速実践の方に行きましょうか。はい、それでは行ってきます。頑張ります。お願いします。攻略開始。これとか全くついてないよ。まあ、それを見るのもありだよね。ちょっと朝様子を見ることにします。絆、意外とみんなどこに行ってるのか分かんないくらいなんだよね。角、まあ、工藤さんと同じで2人で絆行ってもよかったんですけど、まあ、散れば散るほど、まあ、周りの状況は見やすいですし、でなおかつこう島単位でね、ババンっていい島というか、状況のいい島っていうのができる、作ってある、意図的に作ってある可能性もあるんで、まあ、とりあえず僕は絆じゃなくて転生から行こうかなと。さて、さあ入場は
66番です。結構後ろの方ですよ。これでじゃあ何か取れるかっていう話ですよね。多分パチンコ客は1割2割ぐらいなんで、あとパチスロでしょ。凱旋シャドウハーツ、シャドウハーツ結構開いてんじゃん。まだ寝台シャドウハーツ窓まぎ、あ窓まぎ1開いてる。イエイ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 。まあ一応ちょっと窓まぎ押さえて他見に行きましょうかね。おいい具合にみんな分かれましたね、機種が、うんうん、こういうのいいと思います。こういうのいいと思います。みんな同じだとつまんないから。一発目今回だけですからね、3人は。次回以降は2人なんで、まあまあ3人が3人違う機種というのは素晴らしいことじゃないでしょうか。というわけで僕はまとまりからいきます。ということで始まりました新スロドキ、今回は3人でお届けということなんですけれども、私は絆ジロー君が北斗、そしてモノゲンさんがまとまりということで、やっぱりちょっとでも自分の知ってる台の中からいろんな情報を拾って皆様にいいヒントをお届けできるように頑張りたいと思います。でも始めます。あえて前日全く回数ついてない台を選んだんですけど、まあ、それが強度出るか基礎出るかは、大様見てください、うん、合格に全く上がらない。やっぱりなんか上がってる風な雰囲気すら感じないんだけど。ということでちょっと違う絆に移りたいと思います。もう開け台がないんで隣の2台になるんですけど、しかも同じような感じです。とりあえず一つ隣の台に移ります。では気を取り直して2台目です。先生自分含め3台チェックしたんですが、ガクンしなかったので少し不安だなと思っていたんですが、花々コーナー見たところ、1ベッドでバーッと続いたんで、まあ、多分変更後1ゲーム回してるんだと思います。なんで、まあ、それに、他の3台見てても、あ自分以外の2台見てても前兆来てるんで、まあ、多分リセットはリセットだと思います。前兆が来ればね、とりあえずは。なんでまあとりあえず朝一様子見で打っていきたいなと思います。打っていきます。ここで告知されれば、1回目の強チェリーで点入ってた可能性があります。67目しから点破の時、80アベシ獲得です。一気に行きます。当たらず、
多分天覇203ゲーム276阿部市から天覇です。追加もしくはチャンスリプレイからですかね。55阿部市獲得。とりあえず連勝だけ確認します。2ゴール抜けたのはちょっとしんどいですね。連勝ミドル青く光りました。225ゲーム345阿部市から天覇。できたら朝一一発目当たり見たいんで、天覇つながってくれたら一番いいんですけどね。105阿部市今一度天覇の状況を見てきたんですが、全体的にリセットっぽいかなと思います。でその中で、まあ、その転生、まあ、唯一稼働台というところぐらいしか、狙った根拠はないんですが、まあ、その転生窓まぎ絆に散るということが、まあ、僕はいいことだと思いますし、まあ、とりあえずお店の状況を知るためにこの転生に座っているという部分もあるんですが、まあ、2ゴール抜けてしまいまして、本来ならばやめたいなと思うところなんですが、なんとなく状態の移行率が良さそうな、まあ、まだこんだけしか回してないんで分からない部分も多いんですが、それでもなんとなく悪くはないのかなと思えるような部分もあるので、まあ、ここまで来てしまったんで、とりあえず一発は初当たり引いて、でその後2ゴロまで回してみようかなと。でその間に粘れる根拠があれば粘っていきたいですし、まあ、やめざるを得ない根拠があるのならば、まだ朝1台とかも何台か残っている状況なんで、まあ、フットワーク軽く移動できたらなと思います。554阿部市で天覇。まあ、とりあえず朝一転生に関してはあまり設定差がないので、天覇によく行ってくれるというだけで、まあ、粘れる根拠になったりするのかなと思います。2ゴール抜けたからやめるというのはちょっともったいないんでね。110阿部市391ゲーム857阿部市で定めの時、個人的にはこの辺りで定め行くだけで結構熱い。入った。872阿部市406ゲーム中阿部市到達で当たり投資が700枚。通常 B だけど深いところを選ばれてたって感じですね。勝負のワン、これで3つ。もう一発行きたい。うわーダメか。2連で終了。279枚でした。とりあえず2ゴロまでは様子見ます。はい、では実戦開始です。僕は本日窓巻きからのスタートですね。で本日がなんと窓巻き信頼入れ替え初日ということで、キューベパネルが導入されております。導入台数が全部で6台ですね。
で他の台もチェックしましたけど朝一広角に行ってるような台はありません。で僕の台も朝一広角ではないようですね。まあ、ただリセット運動に関しては、まあ、入れ替え初日なんで、まあ、当然ながらリセットはかかっているという状況でしょう。お、広角だぞ今。スイカか。もう一丁。これは行ったんじゃないですかね。あーある。これはあるよ。はい。さあ2回目のスイカで。マジチャレ行きました。まあ言ってもね最初のうちは結構ブレますから2回目のスイカで行ったからといって安心はできませんけどもいい要素であることには当然変わりないです。それは行かないより行った方がいいんだから。あーダメか。あれが難しいんだよな。同時にさあ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 広角にいてもおかしくない。なくはない、なくはないけど青。弱いね。あ、いった。よしよしよし。310ゲーム、ミトゲームです。ミトゲームで強チェリー解除、現在550枚ですね、投資は。いやー何とか当たってくれたって言ってたらここで投資が発生するという。これで投資は600枚です。うわー朝一プチボーナスですか。一発目のプチボーナスは4人紹介パターン。まあここはね訳がわからないそうです。ちなみに今右隣が君は神になるつもりかいが出てました。早くない？ああ、ダメなんだ。お、当たった。31ゲームで当たりました。これは強チェリー解除ということでよろしいですか。よろしいでしょう。まあ訳がわからないよが出ても確か2割ちょっとぐらい 20何パーぐらいは開いた。あれがね天国が選ばれたらしますけど。あ、お、20来た。これはちょっとものにしたいね。まずはカットイン。うわ、いきなり来たよチャンスが。キューベー。しかも常駐弾でございます。開いた。いい感じ、いい調子。
まだいける、まだ17ゲームあるからもう一発いこう。諦めたらそれまでだ、諦めたらそれまでだ、天国の可能性あるよ。おー、いった。ほら、ない。ゲーム数でのワルプルギスか。なるほどね。さあ、本日一発目のワルプルって言ってたら、ここでこれはスイカのこぼし、スイカのこぼしですね。あら、豪商派的なやつでしょこれ。お、いや、終わったし、終わったし、終わったし、20で終わったし、継続に期待してたら終わった。マミさん巨乳だよな。他の子と段違いすぎるもん。あら、当たらない。ここで引いたのは、さあチャンス目、とりあえず後に上乗せは出てきますけど、いくつ乗ってるでしょうかというところで、まだステージは上位ステージのまま。あー、赤いやつ間に合っちゃいましたね。90ゲーム、まあ天国でしょうね。よし、105ゲームでビッグです。完全告知にするかな、違う歌弾くか。今日は月が綺麗だね。まあ訳がわからないようよりは一個いいやつでしょ。これで残り12ゲームプラスチャンス目による後乗せがあると。さあ、チャンス目による後乗せです。おっ、30OK、 30は OK ですよ。おマジか、マジか、マジか、いいタイミングで当たってくれました。14ゲーム、よーし、 OK、 17ゲームでビッグです。やっぱ完全告知よりあっちがいいな。こっちのチャンス告知の歌の方が好きだ。わけがわからないですか。残り40じゃない、39ゲーム。929枚で終了です。まあ投資が600枚なんで、とりあえずはプラス行きって感じですね。でまあ、天国以降も確認できたんで、まあ、もちろん続行します。あー、また厳しそう。
われるけど、とりあえずさ、隣の隣の絆がとってもよく打って3回旗当たり引いて3回とも1回目で打ち合えてます。はい、今ね、2台目のアジリスクね、4回 BC スルーしたの。2台目で今2台目で、2台目で4回引いたので、頭3回のそのうち1回同速で、はい、で正直あんまり着地、まあ勘違いだから分からないけど、あんまり落ちてこないし、あんまり合格に上がらないんだよ。で今4回だから、やるかやめるか決めんだったら 今だと思うんだよ。どっちでもいいと思うんですけどね、そのまま行っても多分そんな怪我しないと思いますし、でまだ朝1年残ってそうな感じでしょ。ない、あるけど、そっち行ってもいいとは思いますけど、別に隣の隣がもう3回旗当たりで3回とも1回で BD 行ってんだよね。僕は散った方がいいと思うんですよ、うん、散った方が状況の把握もしやすいし、でも私の代は良くないと思う。まだ分かんないですって。そうね、もうちょい頑張りましょう。分かった。窓間際でもめっちゃいいですよ、多分状況多分いい感じだと思います、多分ね。当たってるもんね。じゃあもうちょっと頑張るわ。もうちょっとだけ良さそう。え、良さそう。いやない、いや分かんないです、まだまだ分かんない。もうちょっと追ってみます。多分中段距離はよく落ちるの。それはまあよく落ちますけど、引きかもしれないし、ね、はい、頑張ります。あ、しかも7回ってことは次のやつが優遇されるんだよね、 AT が。はい、わかりました。帽子は痛くないですけど39本です。
ということで、チェリー以外は行きましたが、チェリーは行きませんでした。500枚にも満たず、これにしようかな。だって D の天井かもしれないしね。やってみよう。390。まあ低半は入ってるでしょ、1、2回は。ということで、バチリスク絆はちょっと心折れてしまいましたので、まだ熱々で引いてない、北斗の方に参りました。まあ多分おそらく 1,2 回は手空いてると思うんですけども、これにかけます。どうですか。まあ前理性は前理性なんですよ多分。で出目変わってたんで、出目変わったっていうか分かんないですけど、全体ガクンはしなかったですけど、理性は理性だと思います。じゃあまあガクン対策してるってことですね。対策してますね。窓巻き強そうじゃないですか。そうなんですよ、ね、今僕の左の乗りが浅いすぐに通常 ERT 引いて、はい、で6台中4台がボーナスも 2,3 回で天国っぽいあたりをもうしてますね。やっぱ早い番号の人が窓巻き押さえてる人多かったんで。そうですね。まあ強度導入なんで。あ、そうなんですか。うん、信頼は割とまあ強いのかもしれないですね。多分バジリスクとか絆よりかは窓巻きが一番良さそうな感じするんで、まあ空いたら移動したいかなとは思います。空いたら一応じゃ教えますよ。2回目の初当たりも2ゴロ以内に引くことができず、粘る根拠がないので、とりあえずはこの台やめて出る台を探そうかなと思います。絆に移動します。多分スランプグラフから推測するに、1発、2発、3発、4発と、BT 初当たり4回引いてる台ですね。この140、120、147、216は、通常落ちてから引いてるBC だと思います。で、まあ、絆ある程度モードで推測効きますし、まあ、前代変更かどうかは分からないですが、それでも一発目の BC から BT につながってる台多いんで、変更台が多いだろうと思うので、とりあえずこの台ちょっと打って腰据えて推測しながら打ってみようかなと思います。はい、打っていきます。では打っていきたいと思います。39ゲームからいきなり強チェリー連続インスト8点で赤文字当たってそう。はい、1ゲーム目に引いた強チェリーから BC 当たり、モードの推測も何もかもできてないんでね。 LED 白、とりあえずおぼろで結局モードの推測が、こせてカンパにつながると僕は思うので、おぼろと玄之介混ぜながら判別していきます。エフェクトあり、ダメか。で満月、窓巻き1台来ましたけど。マジっすか。移動します。じゃあ、え、移動します。移動します。カウントしてたお客さんがやめれたんですけど、あ、まあでも言ってもまだゲーム数がゲーム数なんでですよね、うん、それにやっぱ明らかに窓巻きだけ強すぎますね。そう、ここは本当強いですよね。ただ窓巻きに関してはこの台以外全部ドル箱を積んでるんでね、まあ嫌な感じは一切しないですよね。前代いいんじゃないかっていうのは怪しんでもいいぐらいだと思うんで、まだ、まあ、1000ゲーム回してないぐらいですか、ボーナス中も入れて、まあ、言っても1000ゲームぐらいなんで、まあ、まだ何もわからないでしょうと
で、まあ、履歴見てると少し引っかかるのが天狗グループなど思うような当たりがあるんですが、まあ、これすらも天狗グループかどうかわからないんで、カウンター持ってた人がやめたっていうのは少し気になりますが、まだやっぱちょっと早いんじゃないかなと思うのと、やっぱり窓マギの島が明らかに他の島に比べると強い、なんでへこんでる窓マギですが、いきます、打ちます。これをこれ1台の履歴挙動なんかを見てると大して強くはないので、まあ、これだけを見てコンセプト狙いをするっていうのは少し不安なんですが、まあ、島の状況、全体的に強いイメージがある、まあ、出玉がついてきているっていうのと、まあ、周りの台を見れるのでそれが強みにもなるかなと思います。周りの台も一緒に自分の台とともに設定推測しながら周りとの比較で押し引きしていきたいなと思います。わー、加点、まあ、全長自体は期待度の高い全長でした。やっとですね、629ゲームゲーム数解除です。投資が1900枚、631ゲームプチボーナス、京子まで行ったんでね、お願いします。さあプチボーナスからマギカラッシュ、訳が分からない、はい、91枚です。終わっても戻すもんな。うわー、出た、花火が出た、うわー、かわいい、マミさんかわいい、戦ってるのに笑ってるマミさんかわいい。276ゲーム持ちコインで当たりました。あーきたー、よし、これはもう今日はこの1台でいいわ。今のとこ悪いところがない。いや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 、まだ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 、つけこつけつけ、よし、あるでしょう、すぐ当たるでしょう、これ。ダメか、いやー、100ゲームあって何もできず、これはもったいないな。どれどれ、まあ、あとは引き戻しに行きたいといったところですけど、いや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 、これは後半のお楽しみにしよう。さあ、というわけでこれ前半戦終了となります。僕の状況はただいま投資が600枚でちょうど持ちコインが飲まれたところといった感じですので、後半戦何とか巻き返せるように頑張ります。収録告知、次回の収録は私工藤舞と黒バラ軍団リノが安田幕張店さんを攻略します。はい、安田ホームページでも番組情報やスケジュールなどをご確認できますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
次回予告。やっぱりよし、おこの角から交互ぐらいに入ってるんですよね。次もまた見てくれよな。